メンディップは、イギリス海軍のハン途級駆逐艦の第一、生産グループに属する駆逐艦である。第二次世界大戦を生き延びた後、中華民国、エジプトイスラエルの三カ国で運用された経歴を持っている。メンディップは1939年に、イングランド北部のタインウィア州、ウォルセンドのスワンハンター造船所で建造が開始され、1940年10月12日に、 巡航した。メンディップはスカパフローを拠点とする本国艦隊に配備されたが、その直後に搭載していた爆雷の爆発事故により損傷を受けた。修理は1941年2月になって完了し、同年3月30日に改めて第21駆逐艦隊に配備され、この後約3年にわたり、北海や英仏海峡での輸送船団衛や紹介任務に就いた。 1942年9月にはメンディップは第21駆逐艦隊の指揮官となり、大司令がメンディップの艦長となった。1943年6月になるとメンディップは地中海艦隊に転属し、7月のハスキー作戦、9月のアバランチ作戦等、連合軍の作戦に参加した。1944年5月にはノルマンディ上陸作戦への対応のため、 イギリス本土に戻り、その後は終戦まで、第21駆逐艦隊で輸送船団護衛や紹介活動を続けた。1946年になるとメンディップは予備役扱いとなり、その後イギリス海軍から退役した。第二次世界大戦後の1948年5月、メンディップは国境内戦中の中華民国海軍にオーロラと共に貸し出され、 1947年に戦死した中華民国の軍人バリレイはじめにちなんで、レイはじめと名付けられた。重慶とレイはじめは連れ立ってポーツマスを出港し、7月28日に香港に到着、後に上海及び南京に到着した。その後国境内戦で国民党政権が不利になると、重慶をはじめとする中華民国海軍艦艇で中国共産党に 乗組委員ごと願える官邸が相次いだため、危機感を覚えたイギリス政府は、様ス港から撤退してきた、例初めが1949年5月27日に、香港に燃料補給のために立ち寄った際に接収して、返却させた。乗組委員の間には、共産党の細胞組織が形成されており、決起寸前だったが結果として未然に防がれた。 1949年11月にメンディップは、エジプト海軍に売却され、エジプト海軍艦艇として、モハメド・アリエル・ケビルと名付けられた。1951年には、イブラヒム・エル・イコール・アワルと改名された。1956年のスエズ危機の際、イブラヒム・エル・イコール・アワルは、イスラエルのハイ排波使用機合に、海上封鎖を目的として派遣された。 10月31日にハイファ沖に到着して、ハイファ市に砲撃を行い、ハイファに停泊していたフランス海軍のシュルクーフ、旧駆逐艦 d 6 2 2ケルサンが応戦した。その後イスラエル海軍艦艇及び、イスラエル空軍第113飛行隊のウーラガン、戦闘機の攻撃を受け、イブラヒム・エル・イコール・アワルは、イスラエル軍に打破された。イスラエル海軍の艦艇として、 装備に組み込まれたメンディップはイスラエル軍によりハイファと名付けられた。ハイファはイスラエル海軍で1960年代後半まで現役であった。その後、1968年に標的艦となりガブリエル対艦ミサイルにより沈没したという情報と1970年代まで訓練に使用され1972年に解体処分されたという情報がある。 ハイファの2連装4インチ手法と爆雷投射機は現在もハイファ市のイスラエル海軍博物館に展示されている。ウィキメディアコモンズにはメンディップに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。